どうも皆さんこんにちは、こんばんは、 KD です。ストーカーコールオブプリピアチ続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、プリピアチのこれですね、失踪した保証でいいんですか、読み方。これをはじめなんか団地に、ここですか、団地にギャリーさんがですね、なんかモノリスに脅されたみたいな話をして、団地でなんかこう集まるみたいな話をしてたぞということを聞いて団地行ったんですけどね、いなくて、で、この辺ですかね、この辺でまず行方不明になって無線連絡されていた、何かに恐れたであろう、ミリタリーの死体がここにあったんですよね、数体で。そのままこっちに行って、これだったかな、こっちですか、デパート、ここ、あ、そうだ、ここに行こうとする途中デパートによってですね、地下に降りようとしたところにツールを発見して、一旦戻ってきてコルダンさんにツールを渡したっていうところですね。で、念願の、一番右の列まで改造してもらえるようになったんですけど、これですね、このスーツのこの部分は、このコルダンさんでは無理だと。ということは多分ニトロさん、もう一個多分どっかに工具があって、それをニトロさんとかに渡せば、ニトロさんだったらここやってもらえるんですかね。ちょっと、その前修理。あ、ここでやんなくてよかったか。そっかそっか。プリピアチに行けばタダですもんね。で、ちょっと整理整頓しますか。この弾も使わないと思うんですよね。5.45 AK とかで使う弾、これいらないと思うんで、これもう全部45口径の弾は一応取っておいて、この辺の弾も使わないんじゃないかな。もうお金がちょっと欲しいんですよね。サプレッサーもこんないらないですし、これもこんなにいらないですよね。おっと、とりあえずこれで、アイテム売買、まず売れるものを売っていって、お金になりますね。とりあえず20個ぐらいあれば
20個もいるかな。15個ぐらいあったら、うん、で、あとは、ベアードさんに食料系を売って、今お金が6万6千円。あのエクソなんとか欲しいんですよね。もうちょっと貯めますか。ではまたプリピャッチに、まずヤノフに連れて行ってもらって。で、この存在を私忘れてたんですよね。コンパス。放射能がプラス4。難しい。めちゃくちゃいいんですよね。すべて、ほぼすべての耐性が上がるんだけれど。これ一回戻してちょっと重量外して、今これで放射能がマイナス4で、コンパスをつけることで、あら、これでプラマイ0ですね今で。放射能マイナス3のやつをつける。で、最大積載量プラス8をつけて、で、あと1つけれるんで、ヘルス回復は諦めて、これがいいんじゃないかな。うん、これでいきましょう。で、あとは、あ、弾こんなにいらないですね。で、これ、この銃、ザトンのパーソナルボックスにもあったんで、1個まず撃って、あとは、
探知機。あれ、これ買えるんじゃないですか。エクソをなんとか割と余裕で。なんか買えちゃいそうですよね、これ売ったら。本当は店売りだと4万円なんですけど、売ってくれない、売り出してくれないんですよね。なのでニンブルさんに取り寄せしてもらうってなると6万円かかるんですよ。あわ、これこんなにするんだ。でこれもういらないと思うんで、この人、あー、8万円、8万円あったら取り寄せしてもらって、さらに改造もできるような。この人を買い取ってくれるかな。ここもあれ、いいような感じ。おお、来ましたね、9万円。これもあれ買っちゃいましょう。Stay out of trouble. あれを装備したくてね、私はもう仕方がない。もう一回じゃあザトンに。皆さん、エミッションで隠れてたのかな、これは。ちょっとお腹空いてるんで。Stop talking, buddy. I'm all ears, buddy. How are you? 前売り出してた時に買うべきだったのかな。So, you got any... セーブロードを繰り返せば売り出す可能性も。あ、場所、ああ、来た来た来たよー。で、さらにグレネードランチャーが売ってるんで、これもしかしたらどっちか多分 SGI につけれるんじゃないですかね。まあお金はたんまりあるんで、両方買ってみて、で、さらに これですね。これを買ってみたい。買う。おお。で、つけれない？あ、つけれる。ストレロク。重くなっちゃうけど。つけましょう。これは、あ、ちょっと待って、グレネードハス、M203 グレネードランチャー、 M203 の弾を使える。
M203 売ってるかな。これだ、 M203。 これ一応持っておきますか。2個ぐらい買って、で、あとは、さ、これいらないですね。うん。で、このエはい、まさかの突然のクラッシュで、ロードし直しまして、これですね、これを改造しに行きましょう。 How's it hanging? まずは防弾体制、衝撃体制、スタミナ回復4を、積載重量増加 10kg。 これでこのスーツ自体 25kg と非常に重いんですけど、これで 10kg 多く持ってるんで、結局あんまり変わらないですよね。これは素晴らしい。薬品耐性、放射能耐性つけて、次真ん中ですね。防弾耐性と耐久性。劣化度を減少。もう耐久性は、プリピャチの人ならタダで修理してくれるんで、ここは防弾耐性。で、電撃と火炎。どっちかっていうと今のところ電撃の方が厄介なイメージがあるんで、電撃耐性つけますか。で、アーティファクトスロット。この列はアーティファクトスロットだけかな。つけて、お、スーツ重量マイナス 10kg。 耐久性はいらないんで、これめちゃくちゃいいスーツになるんじゃないですか。で、一番下 PS バイ耐性とナイトビジョン。いやあ、これ迷うな。PSY 耐性今、あ、でも十分高いですね。こっちしますか、ナイトビジョン。うん。第二世代ナイトビジョンつけて、最後の列。衝撃耐性。衝撃耐性っていうのは一体、爆弾とかの防御力ってことかな？これか。これは防弾。防弾の方が良さそうですね。防弾耐性にして、コルダンさん、ここ改造できないか。で、アーティファクトスロットプラス2、スタミナ回復プラス6。ん？これどっちかか。なんだサーボブースターって。第3世代モデルと違い、第4世代外強
過去確認は高油圧式ブースターが導入されており、これにより外強化骨格での走行歩行が可能になる。言ってる意味はよくわからないが、とりあえずこっちをつけてみましょう。なんとなく。で、PSY 耐性プラス 30%。ここを早くつけたいですね。薬品と放射能。あ、こっちもありだな。薬品と火炎。まあ今はまあとにかくできないんで、これで、とりあえず OK で、さっきクラッシュしたんで一応クイックセーブして、これでですよ、これが今 10kg で 62kg、 まあこれつけてるんで 62kg まで持ってる。で、これ15キロですから、まずこれを装備すると、わあ、90キロまで持てるよ。あー、でもアーティファクトスロットは4つか。でもまあまあまあこっちですよね。で、バブルをつけて、コンパスつけて、放射能マイナス3をつけて、あと1個どうするかですね。90キロをさらに増やすか、もう90キロもあるから他のものにするか、ヘルス回復とか、まとりあえず無難にこの辺をつけておきますか。とりあえずで、これは一応まだ使う用途がある時が、 PSY 耐性とか薬品耐性とかはこっちの方が圧倒的に高いんで、放射の耐性とかですね。一応これは持っておいて、いやー、テンション上がってきましたね。素晴らしい。これはプリピャッチにまで持ってきますか、このスーツは。この、これですね。で、あ、弾がない。あと、そうだ、グレネードの弾を買わないと。あれ、さっき2発しか撃ってない。M203 の弾4発買って OK ですね。なんか忘れてることがありそうな気もするけど、とりあえずこれでプリピャチにじゃあ戻りますか。なんかベアードさんの欲しいアーティファクトはバブル、うわ、ゴールドフィッシュは俺も欲しい。で、まずは矢野兵器に連れて行ってもらって、
グレネードの弾撃ってないですかね。撃ってない。いや、めちゃくちゃいいな、めちゃくちゃいいスーツがここに来て、必要なもの、弾ですね。もうこっちの弾だけでいいんじゃないかな、この強い方。あとバッテリー、ガウスライフルのバッテリー。こんな感じで、とりあえずは OK ですかね。うん、よし、じゃあプリピアッチに戻って。Hey, bro. Hey, Stalker. How are you?となるとですよ、やっぱりもう一個ツールが欲しいですね。で、ニトロさんに渡して、コルダンさんではできないところを改造してもらいたいんだけれど、場所、この人話しかけられないんですよね。情報を聞きたしたいんだけれど。まず、この銃とかも改造したいですね。ガウスライフルでもいいんですけど。あ、待てよ。まずこれ預けて、これだけ余裕があるならガウスライフル持っててもいいかもしれないですね。で、バッテリーも持って、まあなんか厄介な手が来たらガウスライフルでドカンとやっちゃいますか。うん。Вот, накачивали наши штабные, накачивали. Нет, мол, ничего хуже сталкеров, ага. А сами... ちょっと工具の場所を知りたいんだけれど。いや、情報持ってない。隊長さんとか。あ、キャリーがマーセナリーとの一件について教えてくれました。これあれですね、団地で何かあるらしいぞっていう話。まず情報。あ、やっぱ持ってない。工具はこれ。全焼について。彼からの信号は食料品店の跡地から発信されている。だが反応はない。おそらく無線機を落としたんだろう。居場所を特定するのは困難を極めるだろうが、必ず探し出さねばならない。私にお任せください。うん、で、ギャリーがマーセナリーとの一件について教えてくれました。
ああ、ギャリーは大佐にも話したんだ。我々はマーセナリーとその顧客、うん、が取引する場所を見張っている密かに、そこで何をする気なのかぜひとも確認したい。私が入手した情報によりますと、マーセナリーはプリピアチで秘密研究所 X8 かなを探しているようです。ザトン地区で入手したマーセナリーの文章、その件についてアンクルヤーと呼ばれるストーカーの証言にも、あ、そうだ、それをアンクルヤーさん聞いてしまって命を狙われてたんですよね。で、私が助けてあげたというか、彼らは中央研究施設、その座標は私が調査によって特定しています。え？急に選択肢が、我々はその接触を監視し、顧客として接触してきたものを排除する必要がある。そうすれば誰も我々より先に X8 研究所に到達することはできません。マーセナリーの隊長を排除。司令官のかけた部隊など取るに足りません。ここは上かな。マーセナリー、まあ怪しいって言えば怪しいんですけど、こっちですね。顧客を排除しましょう。確かにそれはいい作戦だが、可能なら研究所についての情報を持つ者を特定したい。マーセナリーが研究所に到達しないように工作するのは最終手段としよう。攻撃を加えたならば即応戦してくるだろうが、可能ならどちらの目標も射殺。情報を奪い取れ。作戦にはキリロフ中尉を同伴。あ、待って待って待って、これ何、了解選んだらすぐ始まっちゃうパターンですね。ちょっと待ってください。今すべきことは別にあるかもしれません。ちょっとこれ、あれ、ちょっと待って、ダメになった。これで、あら、ちょっと待って、クエストなくなっちゃったんじゃない？ああ、ちょっと待って。なくなっちゃいましたね。ちょっとクイックロード。どっからですか？こっからか。はい、それでは今回はこの辺で終了にしますかね。ギャリーさんの話を隊長にするとクエスト始まっちゃうみたいなので、次回はちょっと気をつけてですね、やっていこうかなと。はい、それではご視聴ありがとうございました。